やっほー、みんな元気？オーストラリア・メルボルンからバイク好き、バイク野郎です。今回もクラスさんと行ったハリーとビリー、2泊3日ライド。またまたハプニングがありました。内緒ですけど、この川で私が水没しちゃいました。でも無事復活、走行続行。見せない涙があった人知れず流した涙があった決して平らな道ではなかったけれど確かに歩んできた道だあの時思い描いた夢の途中に今も何度も諦めかけた夢の途中いくつもの日々を越えてたどり着いた今があるだからもう迷わずに進めばいい眠れなかった夜があった怖くて震えていた夜があったもうダメだと全てが嫌になって逃げ出そうとした時も思い出せばこうしてたくさんの支えの中で歩いてきた悲しみや苦しみの先にそれI'm not afraid to die.
モーテルに2泊、走り終わったらビールを山ほど飲みました。そして次の日、ガソリンを補給、フライト近郊の山へ出発。ネクシーちゃん、いけないものも今ならもうわかるの。いいことばかりじゃ。フライトの街でクラシックカーフェスティバルに遭遇。こんな車も公道を走れちゃいます。お姉さんたちもいてました。犬さんも、俺も仲間に入れてくれ、ビール飲みてーよーっていう顔してました。これはグース賞といって、その日ハプニングを起こした人に贈られます。コブラレイクから流れ出てます。こんな感じで今回の2組カライド終わりました。またよろしくです。 I wanna get you big. Yo,